ドラワレの館。今回真面目に言ってみた。いやあ、せつなけいすけです。なんかすごい可愛らしい美人なお姉さんが出てきたところで、今回は始めさせていただきます。なんだろうこのちょっと前に流行ったテレサの擬人化みたいな感じのは、女体化みたいなのはテレサ女体化してみたけど、比較的人見知りなタイプのテレサでしたみたいな感じのこれはこれでよし。あなたそんな見た目だったのね美しいな。私の名前はバビアナ。ありがとう、私の大事なものを取り返してくれて。いや別にいいよ。それより私はあなたの願いを叶えた。だから約束通り、早く私を襲ってくる住人を教えて。やっぱダメとか言うんじゃないだろうなお前。どうしたの？動かないでやべえ！いきなりそんな顔になるかお前は。声で、お前そこどっから、腹の中から出してる声かこれお前。ちょっと何？やめて。いいから静かにして。次の瞬間私は意識を失った。敵じゃなさそうなんやけどな。どういう意図？なんか、なんで？これ過去の回想のシーン？回想世界？ここはどこ？どうかの草原？一体何が起きたんだろう。やっと来た。この子は誰？随分待ったんだからね、バビアナ。バビアナ？これ、ミサちゃんの過去の話じゃないんこれ。バビアナの世界。もしかして、これって、あの幽霊の記憶なの？早く本の続きを一緒に読もうよ。僕はもう先が気になってしょうがないんだ。本の背表紙に何か書いてる。リーグル！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 もういいや。喉痛いわ。なんで4回も言ったんや、俺。この発音で。じゃあ、あの幽霊とリーグルは知り合いなの？そうなんじゃ。あ、リーグルの知り合いの幽霊だったんじゃ、この子。わ、リーグルめっちゃいい、かわいい、知り合いよろてん、お前。俺がリーグルだったらめっちゃいい感じでアプローチして結婚までたどり着こうとするんやけどな、リーグルあの性格やけんな。で、なんでこのタイミングでリーグル出てくるん？あ、そっか、リーグル今回のあれか。リーグル今回の襲ってくる役の人か。私、意識を失ってた。ごめんなさい。私の記憶見せた方が早いと思って。いやでもさ、見せるは構わんけど、見せ方よな。あのなんかすごいちょっと怖い顔になって見せてくるのやめてください。もうちょい見せ方ってあるでしょ。あの両手をミサちゃんのおでこの前でこうかざしてポワーンみたいな感じのないん？もうちょい見せ方な。ちょっと見せるときのバビアナさんの顔怖かったよ。キョンシーみたいな顔しとったよ。やっぱり今のはあなたの記憶だったのね。ということは、もしかして次に私を襲いに来るのは。はい、リーグルです。リーグル、やっぱり先にこう襲ってくる前に正体を知れるのはでかいけどさ、リーグルどうや感じで襲いかかってくるかな。私、彼から鍵を奪う手助けをする。本当？その心は？なんで、リーグルから鍵を奪うってことはリーグルを殺すってことじゃない？遠回しに。
なぜ知り合いのあなたがそれを助けてくれるんだ。どういうことだお前。はい、嘘はつかない。そう、それはありがたいけど、どうしてそこまでしてくれるの。それは今は言えない。言いたくなさそうな過去があるな。これは分かった、聞かんわ。なんか君は信じられそうな気がする。この館の住人ってほとんどうさんくさい人ばっかりやけどさ、君は信じられる気がするわ。そうなんだ。彼女の目的はよくわからないけど、ここまで来たら彼女を信じよう。わかったよ。それじゃあリーグルを調べよう。信じてくれてありがとう。愛してくれてありがとう。やめて、エースまでにするのやめて。ワンピース好きなん。突然ミサの前に現れた謎の幽霊、ミサに協力をしてくれるというが、その真意は謎である。昔リーグルと何か関係があったらしい。その関係って言い方やめて、ちょっとエッチな関係のように聞こえてくるよ。俺ピンクな人間だから、俺心の中ピンクの人間だから。お前まずはリーグルの部屋に向かいましょう。彼の部屋は中庭にあるわ。よし行こうぜ。結局さ、あいつのバッグ何だったん。すごい気になるんやけど。ここ光って主張してきておけ。間違えた、ボタン間違えた。あ、おるなリーグル中庭に。んこれってってレノローニなんよな。気になるんやけどさ、なんなら返しに行ってもいいんじゃないかなって思うやけどな。行くか。リーグルはこの部屋の奥にいる。入れるんこれ。開いてないやないかお前。あれ開かない。彼は疑り深いからなかなか隙を見せない。どうしよう。その時部屋の中から声が聞こえてきた。ジャムか。うわジャムだったらわかるんじゃ。ジャムだったら来るんだろうなってわかるんじゃ。お前頼んでいたものは持ってきたんだろうな。私をジャムと勘違いしてるみたい。なんかジャムと取引してるなこいつ。ジャムのふりしてどうにかできんかな。持ってきましたよ。ジャムです。私ジャムです。持ってきましたよ。無理だな、多分ミサちゃんにそんな技術はない。早く持ってくるんだ。頼んだぞ。無理に入ったらまずそうね。そんなことをしたらすぐに殺される。短期あいつ短期あいつ短期短期は損期あいつ短期。じゃあどうすれば。あ、そういえばジャムに何か頼んだって言ってた。一体何を頼んだんだろう。わあでもな。ジャムにそれ聞いたらさ、え、じゃあ代わりに持って行ってくれるのとか言いそうやな。でもそれを逆に利用してさ、はい持ってきますよって入れて、そのまま隙を見ず、隙をちょっと伺うことができるんかな。ジャームジャーム。なんか落ちとる。え、なにこれ。あれ、こんなところにお菓子のカスが落ちてる。どうしてこんなところに。めっちゃ落ちてる。掃除しろよジャム。言いつけるぞチェリーマムに。チェリーマムに言いつけるぞ。あ、ちょうどおったわチェリーマム。怒ってるなこれ。絶対ジャムだ犯人。絶対、あ、つまみ食いしたな絶対。ジャムの野郎つまみ食いしたな。うったくジャムのやつ。やっぱジャムだったですよね。そうだろうな。だがどっかに行ってく、いなくなっちまった。しかも私が大事にしていたお菓子まで勝手に持ち出しやがって。今度こそ許さないからな。まあ、あとジャムはどこかでサボってるの。一体どこに行ったんだろう。救いようのやつめ。わあ、でもどこにおるかわからんようになってしまったんじゃ。さあジャムがどこに逃げたを探しに行こうって言いたいところだけど、クッキーが道しるべになっとんか。3階か。おお、続いてる続いてる。ネローニの部屋。あ、
バッグ持って行ってあげればよかったかなって感じにね。おうおう、人の部屋で何してんだお前は。お前人の部屋で何勝手に飯食ってんだお前。クッキー食ってんだお前。めっちゃバリバリ食いようねないかお前。ナウで。ナウで今食いようねないかお前。笑ってんわ、間違えた。あ、どうでもいいけど、リースの部屋に、お父さんおるでよ、お前。ちょっと、夫婦で何話してるんすか。ごめん、ちょっと、ジャム、ちょっと待っとって。俺、そっちの方気になるげん。寄り道、寄り道。え？え？え？鍵かけて二人でいるってことは、もしかして、セックスだよ、ジャム。テリー守り連行するぞ。やめろ、そのドヤ顔。お前、何一つドヤ顔していいことやってないぞ、お前。やっぱり、仕事を終えた後のお菓子は最高だね。お菓子って、なんでこんなに美味しいんだろう。ねえ。うわあ！ごめんなさい！ってなんだ、君か。その言葉はチェリーマムの前に言いなさい。もう驚かせないでよ。チェリーマムに見つかったと思ったじゃん？うん。これからチェリーマムに連行するんだよ。ごめん。ねえ、そこで何してるの？何って休憩するに決まってるじゃん。でもあなたは仕事は？仕事？もう今日の仕事は全部終わったよ。ああ、リーグルとの約束忘れてるなこれ。あと残ってるのは掃除くらいだし、別に急いでやる必要ないからね。あんた、クッキーの仮装落ちとったぞお前。むしろお前がよこしてるぞお前。仕事を増やしとるもんお前が。え？あなた、リーグルに何かが頼まれてたんじゃないの？え？リーグルが早く頼んだものを持ってこいって言ってたけど。リーグル様が僕に？ゲーン！この声は館中に響き渡ったと言います。わ、忘れてたー。まずいまずい、リーグル様は怒ると怖いんだ。は、早くキッチンに戻らなきゃ。あ、テリーマムでそこで怒られて時間ロスするやつだな。あーざま。あ、帰っていった。行っちゃった。でも結局リーグルに何を頼まれたか聞けなかったな。はあ、早くジャムを追いかけなくちゃ。ん？何か落ちてる。ジャムが落としたのかな？何これ？メモ。これってメモ？どこの国の言葉だよこれ。館の秘伝レシピ。レシピ？眠いのスープ。飲んだら深い眠りについてしまうスープ。これって私が館に来た時に飲んだスープだ。ああ、あいつが作ったんかお前。クソあいつめ。これを飲まんかったら、早々に帰れて、今頃こんなことしてなかったんや、お前。あいつのせいや、お前。眠るスープ。やっぱり、あのスープのせいで、私は眠ったのね。で、今はそんなことどうでもいいや。とにかく、じゃあもう追いかけなくちゃ。絶対使う。後で絶対使う、これ。あえて行かないを選んでみる。ほら、このカスとかさ。カスとかさ。中みたいな。中みたいな。鉢合わせてる。送られてるぞ。怒られてるぞ。あれ？あれ？え、どうしたん？怒られてないんやけど。どうしたんすか？嫌に機嫌よく見えますけど、いつものオーラ消えてますやん。ったく、ジャムのやつ、リーグル様の料理を忘れてたんて。本当にどうしようもないやつだ。ああ、とりあえずリーグル様の
リーグルの分を作るけん、今はとりあえず置いとくわみたいな、そういう感じか。後で怒られるんやな。ジャムは急いで料理を作っているようだ。まずいまずい、リーグル様に怒られちゃう。ねえ、うわぁ、なんだ、また君か。僕は今忙しいんだ、後にしてよ。ごめん、これってリーグルに持っていく料理なの？そうだよ、リーグル様に夕食を持っていくように、持ってくるように頼まれてたんだ。夕食か。スープとメインディッシュとデザートと、え、待て、スープって言って今。君、スープだって言ったよね、お前。え？それでスープの、眠りのスープの、あれ、レシピがあるってことはさ、さらっとそのスープをさ、眠りのスープに書き換えるように、ミサちゃんがどうにかするんじゃねえの、お前。その間に眠っ、それでリーグルが眠った時にリーグルの部屋を散策するという。悪いやな、だとしたら。あー、どうしよう、急いで作らなきゃ。するとジャムは再び料理に戻った。ジャムはリーグルに頼まれた料理を作っているんだ。あ、そっか、ジャムが作っているスープを眠りのスープにしちゃえばいいんじゃない？そしたらリーグルがそのスープを飲んで眠った隙にリーグルの部屋を調べられるかも。That's right。 その通りだよ。来たね、リーグル睡眠事件じゃ、お前。これでリーグルの頭かち割ってやったら殺人事件になるからね。ててやな。私はさっき見つけたレシピを取り出した。眠りのスープを作るには眠り草という食材が2本必要だと書いてある。眠り草、どうやらその草は中庭の崖の上にあるみたいね。崖の上？崖？中庭に崖なんてあったかな。もしかしたらまず調べてない場所があるのかも。とりあえず中庭を調べてみよう。ジャムは料理を作り終える前に急いで取ってこなくちゃ。よっしゃー、崖か。バビアナ、中庭の崖を探してるんでしょ。どこから聞いてたのお前。お前盗聴好きじゃないの、お前。結構盗み聞き好きなタイプか、お前。お前リーグのことも盗み聞きしてたんじゃないのか、お前。え、こっち、この林の奥に崖がある。そうなの？あ、こっちだったんじゃ。ここは中庭の奥にこんな場所があったんだ。あ、この看板、この先崖あり、落石に注意、この崖の上に眠り草があるのよね。でも落石注意って書いてある。大丈夫なのかな。いや絶対やばいやつ、絶対落ちてくるやつ。行くぞーい、ガキやぞい。うおー、なんか落ちてきてる音してる。わー、何さ、てーてててーね。やめて、見ちゃった、ミサちゃんすごい動きや、お前。もう反応ハンターですらこんなに早くガキが登れん。もうちょい、うわーうわーなんか、うわーシャーリーなら落ちが出した。なんなあの肉団子みたいな、え、見た目した石は、落石は、うおん、うわー、よっしゃー、ミサちゃん筋力高っ。お前なんかスポーツ選手になれるだろ、お前。実はなんかすごいおっさんみたいな、おじさまみたいな気あるけど、ウィスピーウズの生まれ変わりみたいなもんよ。やっと頂上に着いた。大きな木、え、木に顔がある。ああ、あれはレシピに載っていた眠り草。もみあげのあたりやるだよ、もみあげみたいなところに。レシピ通りだと眠り草が2本必要だったはず。近くでよく見てみよう。やばい、その言い方近づいた時にえらいことになる。おい、適当に取らない方がいいぜ。え、
誰？わあ、誰？ほんまに誰？妖精なんじゃこれ。こんな不気味な妖精おるんじゃ。俺はこの木に住む妖精さ。妖怪みたいですね。妖精というか妖怪ですね。お前、眠り草が欲しいのか？うん。それじゃあ気をつけるんだ。眠り草には取っていいものとダメなものがある。もしダメなものを抜いたら木を怒らせちまうぞ。じゃあどうやって抜いていい草を見分ければいいの？そりゃ抜いていい草はこの木が教えてくれるのさ。木が教えてくれる？そう、よく木を観察するんだ。そしたらどれが抜いていい眠り草なのかわかる。それより何すか、あなたのその目を隠す感じ。これが世に聞く見ざるってやつですか？見ざる聞かざる言わざるの見ざるですか？さあ、ヒントはここまでだ。ぜいぜい頑張るんだな。でかなってないですか？木でかなってないですか、さっきより。どうして今の一緒にどうしてこないでかなったんですか？ミサちゃんの色気でどうにか教えてくれたりせんかな、この。それにしてもミサちゃんの移動スピード速いんやけど、ミサちゃんの筋ね、腕の筋力強すぎるんですけど、これ。すごいな、ミサちゃんの筋力。昔どんだけ筋トレしてたんだ、お前は。わかるんかな、それ。マジマジだ。ん？なんかちょっと顔動いた？気のせいか？ん？なんかちょっとビクって動くところあるな。この左のやつとこの右上のこいつに近づいた時だけビクって動くよな。これかだとしたらこの2本か。行くぜ。これは取ってもいいやつだったのかな。あ、すごい笑顔。やばい。孫の顔を見た時のおじいちゃんみたいな顔やってる。木が笑ってるということはこれは取ってもいい眠り草だったんだ。すごい笑顔。お菓子買ってあげようかみたいなおじいちゃんの顔じゃ。そしたら多分こっちもそうだろうな。行くぜ。はいはい、孫を見た時のおじいちゃんの顔。はい、来たー。孫を見た時のおじいちゃんの顔。木が笑ってる。よっしゃ、日本回収やったぜ。これで眠り草を2本手に入れた。この木は瞬きで抜いていい草を教えてくれていたんだ。あ、瞬きでやったんだあれ。ちょっとピクって動きよったけど。それじゃあ早くキッチンに戻ってリーグのスープに眠り草を入れよう。早くリーグル様に食事を届けなくちゃ。待って、リーグル、これ入れてほしいって言ってたよ。豆乳じゃあ。よし、これで眠りのスープはできたはずだよね。ちょっと君。あ、前科があるけん。俺前科があるけん。ケーキを真っ黒焦げに台無しにした前科があるけん。ほら、どいて。早くリーグル様に夕食を持っていかなきゃいけないんだから。あ、気づいてないわ。最後にスープをついでっと。よかったこいつ注意力3万でよかった。バレてないみたい。ふう、やっと準備できた。急いで持っていかなきゃ。いってらっしゃい。せいぜい眠らせてこい。
ジャムは行ってみたい。よし、これでリーグルがスープを飲めば眠るはずだよね。急いでジャムについていこう。リーグル様、頼まれていた夕食をお持ちしました。ジャムか。ははい。出てきたスネオヘア。こちらリーグル様の好物のカボチャスープです。どうぞお召し上がりください。ん、どうかしましたか。あ、こいつ疑り深いけんな。ちょっと敏感に気づきやがったか。おいジャム、このスープなんだかいつもと違う匂いがするような気が。鋭い。え、眠り草に入れただけ匂いそんなに変わるか。お前てか敏感か、そんなに。お前そんなんわかるんか。眠り草に本入れた時の匂いの変化。まさか毒とか入ってないよな。え、もしかしてバレてる。そんなわけないじゃないですか。確かにリーグル様のことを殺したいぐらい憎んでますけど。おい、どういうことだ。大丈夫です、僕が心を込めて作った料理ですので毒なんて入ってませんよ。そうか、ご苦労だったな。あ、ちょっと疑り深いだけだったんかな。そしてジャムはリーグルに料理を出した。よし、あとはリーグルがあのスープを飲んで眠ればいいんだけど。そうすればカヤの部屋に入れるわね。うん、でもバビアナ、あなたはリーグルの鍵を取る手伝いをしてくれるって言ってたけど、鍵を取ったらリーグルは消えてしまうんだよ。こんなことを私が言うのも変だけど、そうなってもいいの。それは、うん、そうなってもいい。そっか、リーグルの部屋に入れば全てがわかる。彼の抱えているもの、彼の過去、そしてそれが鍵を手に入れる唯一の方法なの。そうなんだ、わかったよ。あなたの言うことを信じるね。ありがとう。それからしばらくして、もうリーグルは寝たかな。慎重に確かめてみよう。うん。あ、お前さ、あんだけ勝手に聞き耳とか立てれるんやけどさ、部屋の中の様子とかさ見れるんじゃないの。大丈夫、寝てるわみたいな感じで教えてくれればいいんちゃう。なんでお前そのさ、幽霊の力をこういう時に使わない。お前お前が見てきてくれればいいんじゃないの。覗いてくれればいいんじゃないの。俺はそう思うけどね。開いてる。あ、鍵が開いてる。私は恐る恐る部屋の中を覗いた。寝てる。ごく自然な寝方してるってことは、あ、なんか今日は眠いな、寝ようかみたいな感じで自然な感じで寝たんやな。あれはリーグル？どうやら眠っているみたい。よし、リーグルの部屋を調べるなら今のうちだね。気をつけて。わかった。めっちゃ寝てますね。リーグルは寝ている。これなら部屋の中を調べても気づかなそうだね。あ、どうした。寝顔が綺麗。あれだ。え、どれ。お願い、あそこを調べて。あの中を調べれば全てがわかる。わかったよ。どれっすかね。めっちゃ寝てるやん。でもな、今回はいい時間だからここで終わりだ。悪いな、次回に回させてもらうぞお前。